で、この時に気をつけなあかんのが、完全にケツが高い。高い。ケツ下ろす。そう。で、頭まっすぐしてね。で、顎引いて。こう、斜め下見て。うん、そう、これ。このポジション。このポジション。いい、いい。入ってる、入ってる。入ってる。はい、このポジションで、前後、上、なんで、上に動いてもらえる？上？上。そのまま向こう。ここ。あ、そう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 。はい、下ろす。下ろす、こう。そうそう。それを下に、うん。で、また上に上がって。そう。で、下げて。はい。はい、10回。1。はい。2。頭上げへん。顎引いたまま。あ、そういうことか。そう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 。そうそう、上まで。こうか。うん、そうそう。お腹もちょっと上げる。そう。そう。1。ちょっと、はい、もう、ちょっと、痛い痛い。OK, OK, OK. これを前後10。じゃあ、このまま、プランクの姿勢から、上肢のリーチを行っていきます。はい、で、上げるときに、左手上げてみて。左手、うん、左手伸ばして、頭の延長に手が行くような形。おおうん。で、しっかりと脇の下が伸びるような感じ。はい、右、左、交互に1。で、体が回旋しない。体は絶対改善しない。ここは止めたまま腕だけ、はい、どうぞ。1、はい、2、はい、3、はい、4。なるほど、なるほど、うん、結構しんどい。フロントプランクの姿勢から頭がまっすぐ、目線は斜め下ぐらいを見る感じ。うん、頭までが体幹。ではこの状態から足を上げていくんけど、片方足上げた時に、そうそうそう、お尻から上がって、しかしストップ、一回止める、一回ずつ止める、止める、下ろす、止める、下ろす、腹下がってきた、腹上げる、腹上げる、そう、そこ、オッケー、膝伸ばす、オッケー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 、筋トレはフォームが一番大事なんで、さっきのは膝が曲がってたんで、もう一回取り直します。頭頸部もまっすぐ、頭もまっすぐして、お尻のライン、もうちょっとだけお尻下げて、はい、オッケー、そこ、はい、肩もうちょっと下げて、肩を下げる、胸を下げるって感じね、ここを下げて、そう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 、そう、そのポジション。はい、そのポジションで足をゆっくりきれいに、そう、お尻締めて、お尻でグッ止める、はい、1、はい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 、 OK、 はい、 OK、 おっしゃ、いいじゃん。